インタロップ東京2022見どころ動画始めます。今日は空が暑いんですということですね。何のことかよくわかんないと思いますけれども、宇宙が今暑いんですね。もともと通信衛星って飛んでて、これ3万6000キロメートルあたりのところはもともとあったところなんですけれども、最近暑いのはこの1000キロメートル以下、この低軌道衛星の部分と成層圏のあたりですね。ここに続々と通信キャリアさんが参入が始まってます。ここで書いてあるのも最近始まったサービスとか書かせていただいてるんですけれども、その中でも今回のインターロップではなんと3社お呼びしてるんですね。会場に来ると、この3社、スペース X、イーロン・マスクさんが作ったですね、会社さんですね。高度550キロメートル前後に飛んでるんですけども、もう2000機以上打ち上げ済みということで、最近だとウクライナのゼレンスキー大統領が、ツイッターでイーロン・マスクさんにご相談して、おお、インターネットぶっ壊されたから困ってるよとか言って、おい、違う、分かった、じゃあちょっとうちの衛星使ってくれって、インターネットサービスをですね、提供してしまっているというすごい会社ですね。そこが日本ではなかなか話聞くことできないと思うんですけれども、今回ちょっとインタロップではキーノートやっていただけることになりました。そんなスペース X さんと提携をされている KDDI さん、KDDI さんも気象講演やっていただくことになりました。で、最後にこのスペースコンパスさんというですね、これなんとゴールデンウィーク直前に設立発表して、7月設立予定ということで、まだ会社できてないんですけれども、なんと特別にですね、今回のインターロップでは基調講演やっていただけるということになりました。2024年から、いろんなサービスをですね、やっていただけるということで、非常に楽しみな、今回の宇宙が本当に熱いということでですね、皆さん6月15、16と、この必見のプログラムになってますので、ぜひ幕張の方ですね、足を運んでいただければと思います。さらにですね、さらには、よりディープにちょっと勉強されたいという方に向けて、このインタロップカンファレンスという、これ一応有料になるんですけれども、このセッション以外にも、全部で40セッション用意してます。会場で聞くこともできますし、その他オンデマンドもやりますんで、全部パックですね、お買い上げいただけるので、ぜひこちらの方も合わせてチェックいただきたいなというふうに思います。というわけでですね、もう写真ありますけども、今年リアルでやりますので、ぜひ幕張の方にお越しください。で、詳細はインタロップ検索いただくか、このご覧の QR コードからですね、ホームページの方をご確認ください。で、 YouTube のチャンネル登録の方もこちらよろしくお願いします。さよなら。